クリップクラブ、気になるあれをとことんクリップ、あなたのエンタメライフをバージョンアップ、 It's a エンタメスペシャルプログラム、 Here we go。 さあ始まりましたクリップクラップ、はい、今回もこの神社からお送りしております。もうでも最近慣れましたね、こういう奇抜な野外ねえ、うん、今回ね、なんと今日発売ですよね、こちら劇場版ブリーチの DVD メモリーズオブノーバディ、こちらがですね、なんと今日発売するということです。私がね、またこのビニールのこれが入ってて、うん、あのチョコレートのでかいバージョンですね。お土産版のチョコレートみたいなね。お願いします。お前な、グダグダにも程がある。クリップ呼びましょうよ。クリップ。はい。うん？あ、来た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 。はい。どうもどうも。はい。今夜も劇場版ブリーチ DVD 版メモリーズオブノーバディよ。クリップ。まあ多彩なキャラクターですよね。魅力的な、ね、キャラクターが多いんですけども、ね。特に女性人気はあの白い髪の天才。はいはいはい。いいとこ気づきましたね、うん、室外東四郎さん、あ、東四郎、東四郎なんですか、東四郎さんです、あ、素人なんだあれ、いやいや違う、東四郎じゃないよ、東四郎、あ、東四郎さんなんだ素人のことをね、業界の人は東四郎って言いますけど東四郎さん、せいちゃんはなんか覚えてるような好きなキャラクターみたいな、気になるキャラクターいた、もうセンナ誰が見ても大好きな、やっぱこの映画の中ではセンナちゃんだよね、センナちゃんね、今回 の、 あの映画のオリジナルキャラクターですね、はい、こちら向井理ちゃん、はい、この後はエンタメ予報とエリーのラッキーフレーズです。聞くと幸せになるエリーのラッキーフレーズ、最近暗くなるのが早いよねってことは大人の時間が長くなるってことだよね。最近暗くなるのが早いよね。ってことは大人の時間が長くなるってことだよね。大人の時間ってどんな時間だ、エリーちゃん。大谷さんの怪談劇のコーナー。いやーだなー。そんなテンションで入っていいの？階段持ちですよ。まあ言ったでも芸人ですから、うん、最後はやっぱりドカンとウケる笑いでね、お願いしますよ、怖いままで終わらせる、まあこれある若手のお笑い芸人さん、吉本のね、まだテレビにも出てない若手芸人さんですよね、はい、うん、よく雑誌なんかでありますよね、いわくつきの、はいはい、結構いいマンションもある、実は2万円台、変だなと思いつつも毎日過ごしてた、うん、ただね、そいつはね全く今までそういう霊感とか霊に取り憑かれたことなかったのに、突然夜寝てる時に金縛りにあったんですよ、うん、でまあ、そこまで結構ベタによくある話じゃないですか、その金縛りにあった時に自分で思いっきり身をねこう振りほどこうとして手に力をガッて入れた時に金縛りが解けた瞬間があった、うん、解けた瞬間にブワッて何か掴んだんです、そいつ自分がそう何かを掴んだんです、なんだっつって手をパッて開いてみたら、これがすごいことにね髪の毛だった、しかもその髪の毛金髪なんですって、でうわっと思って、である時ブックオフだよね、ブックオフに入って、まあ、自分がまあちっちゃい時から好きだった漫画を買おうと思って、そしたら漫画を買おうと思ったのにどうにもこうにも気になるんですって、意識がものすごく古本のちょっとあの違うコーナーのところの自分の意識がいっちゃうんですよ、で気がついたら漫画のコーナーじゃなくてその本の前にいたの、うん、で何気なくその本を取ってみて、で全然自分にとって興味のない歴史のなんかの本なんですって、なんだこれみたいな、でちょっとこう開いてそしたらその本の中に写真がパラッと出てきて、なんだこれと思ってパッと開いてみたらびっくりした、わーっつって、そこに写ってたの自分の部屋、今の引っ越してきた自分の部屋が写ってる、でその真ん中に、自分の部屋の真ん中に微笑んでこっちを恨めしそうに見ている外国人の女性が写ってたの、笑いまあそれ外国人の女性が、まあ、実際よく見るとあの瀬戸内寂聴だったっていう。